テフィン・カリーの弟を目指せ、富永啓生ワークアウトで覚醒。 2023NBA ドラフトにエントリーを表明していた富永啓生選手がインディアナ・ペイサーズのワークアウトに参加しました。しかもそこで25本中20本以上シュートを決めた者だけが鐘を鳴らせるというタイプの課題の中で富永選手だけが鐘を鳴らしたそうです。いやマジでやばいねそれ。しかもこのペイサーズっていうのは1巡目指名複数枚と2巡目32位と2巡目に55位を持ってるから、富永選手を指名する可能性は全然あるし、すぐに勝ちに行くっていうチームでもないから、ポテンシャルワークの富永選手を取る可能性は全然あります。で結構富永選手っていうのは NBA 選手に比べるとフィジカルとサイズで劣るから、ドラフトにはかかんないんじゃないかって声も多いし、俺も事実そう思ってる人はあるんだけど、富永選手と同じプレースタイルと体格で NBA で活躍してる選手が今一人いる。それがステフィン・カリーの弟セス・カリーね。彼もカリーの弟ってだけじゃなくて、シュート力だけで NBA で10年残ってる選手だから、ぜひ富永選手もセスを目指して無理だって言ってる人たちを見返してほしい。そしてドラフトエントリー取り下げ期間は明日までです。皆様このまま富永選手エントリーすると思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。